アンケート取りました。牛乳は好きですかということで、好き63、嫌い苦手21、毎日飲んでる成分無調整が 11.5% ということで、嫌いとか苦手っていう人が2割ぐらいいるのかな。700票のだから140人ぐらい。まあいるよね、牛乳苦手な子ってクラスにもいたよね。レゴラジオね、大好きなんだけど、最近あんま飲んでないかな。もう若い時っていうか子供の時はね、もうご飯と牛乳だったよね。成分無調整、もうこれめっちゃカロリー高いんでしょ今、なんか知らないけど。ということでこんな結果になってました。苦手な人はね飲めるようになるといいね。嫌いな人はね無理して飲む必要がないのかな。ということでアンケートご参加お待ちしております。よろしくお願いします。どうもレゴラジです。先ほどね朝の生配信朝ラジオでも紹介したんですけど、2023年の3月8日にですね新製品発売決定になりました。これはね近日発売でチェックするとトップに出てきます。ロードオブザリング、リベンデルというセットですね。すんごいよねこれ、大人レゴだね。価格が 62,980円でミニフィグ15、すげえな。でピース数は6167ピースの超大型セットだね。かなりトップクラスに入るんじゃないかな。1×1 のねポッチのセットじゃないセットで6000ピース超えだから、かなりトップクラスに入るよね。まあ歴代ピース数ランキングもまた更新して作んなきゃいけないねこれね。で中身がねこんな感じ。何これ。めっちゃすごいじゃんこれさ。朝ラジでは細かく紹介しなかったんだけど、これいいね。でちなみにロードオブザリングは映画見たことないんだけどさ、まあ、知ってはいるけどね。すごくないこれ。これ欲しいよね。もう全部がすごいわ。あ、ミニフィグってこの石像みたいなやつもミニフィグに含まれてんのかな。どうなんだろうね。うわこれエルフだよね。うわすごいな。これはショート動画にできるとこがいっぱいありそうだぞ。ミニフィグ一覧ないのかな。ミニフィグ一覧はないみたいだね。絶対欲しいじゃん。マーチの8だから3月8日で合ってるよね。いやこれは絶対買いだよ。見てこれやばくない。拡大してみようか。あーこっちか。いやーすげえ。ロードオブザリング見た方がいいねこれね。並外れた新作。すごい、ロードオブザリングリベンデル人気映画お祝いしよう。あ、人気映画シリーズをお祝いしよう。どういうこと。なんだこれ。映画って新しく出たのかね。あるじゃんあるじゃん。ミニフィグここにフロド、ビルボ、ボロミア、エルロンド。わかんねえ。エルロンドは半エルフなんだ。半エルフって何。いやこれは売れるよね。いやちょっと高いか。 62,980円で 6,167 ピースだから、でミニフィグ15だからね。コスパはいいセットだね。高くはない、金額はでかいけど高くはないセットになってるね。これは欲しい。でもレゴラジ節約中なので買えない、我慢。ということで今回はロードオブザリングリベンデル発売だよという動画でした。朝ラジ評判良ければやります。結構さみんな来てくれてね、ありがとうございました。本当に挨拶だけでもしてってください。また明日やるかわかんないけどね。ということでご視聴ありがとうございました。おつラジ。